はい、今回は今のね、このコロナ禍だからこそできたこのガチャガチャというものがね、発売されていて思わず買ってきてしまいました。お店の前によくある手をね、消毒するね、機械のミニチュアです。いや、これすごいな、すごいのが出たなと思って回してきてしまいました。早速ね、見ていきたいと思います。1個目出たのはこちら、緑のカプセルでした。正直これ1個あればね、十分かなと思ったんだけど、意外にね、パターンがね、たくさんあって、あ、このパターンも欲しいなと思ったんだけど、結局ね、2パターンしかね、出すことができませんでした。パーツはね、組み立て式になっているので、かなりちっちゃくなってね、入っています。いや、いいねこれ。はい、ラインナップの紙はこちらです。除菌消毒マスコット、全5種類です。ラインナップは足踏み式のホワイト、足踏み式のブラック、スタンド式グレーで、スタンド式で、形が違うねやつですね。で、ホワイトとブラックというね、5種類です。うん、まあ、今回出たのはですね、足踏み式のホワイトとブラックと、あとはね、スタンド式のホワイトってやつが出たんですけれども、まあ、よく言えばスタンド式のグレーというね、自動ディスペンサーっていうやつ、これね、欲しかったんですよね。いいのかな。で、この消毒液、アルコールのね、機械、すごくちっちゃいけどよくできています。このボトルのポンポンすとことか、すごくよくできてますよね。シールもね、貼ってあって文字が書いてあるんですが、J-DREAM のロゴと手指消毒用アルコールっていう風に書いてありますね。このレバーを押すと、ここが多分下がるんでしょう。実際は下がって、これブシュッとこう押されるという感じになっているようです。ここのね、足踏みのレバーのとこもちゃんとバネがついてますし、まあ押すのはね、ほとんどできないんですけれども、いい感じですね。まあ、このアルコールの消毒スプレーがね、こう取り外し式なので、まあ、これじゃなくても使えるっていうのがいいですね。2回目はなんとこれの色違いが出ました。黒が出たから、あ、もしかして自動ディスペンサーの方出たかと思ったんですけど、違くってね、こっちの方がね、なんか押しやすいね。ちょっと押してる感じがするかな。はい、このボトルに関しては全く一緒ですね。これやってる時、まあ、他のガチャガチャもやってたのでね、こればっかりにこんなお金は使えないと思って、まあ、次ラストと思ってね、3回目やったら、3回目でね、違うやつが出てくれたので、ちょっとほっとしましたね。といってもね、まあ大体似てるんですけどね、この下にこの足踏みのレバーがなくて、自分でこうシュッとするタイプみたいですね。だけこれ結構大きく感じるな。おお、いい感じで。で、アルコールスプレーのね、ボトルのミニチュア、すごくよくできています。アルコールの手指消毒液、火気厳禁って書いてありますね。いや、いいねこれ、ほんとリアルすごい。まあ、これコロナになんなかったらさ、こんな、この何、台座、この消毒液置く台なんていうのがさ、作られなかったわけだから、ある意味時代をね、表してるガチャガチャだなっていうか、いや、すごいなっていう感じ。まあ、コロナはすごくね、不自由になったことばっかりで全然嬉しくないけど、こういったね、ガチャガチャになってネタになるっていうぐらい、まあ、ある意味浸透したね、この商品だったのかなっていう気がしますよね。まあ、一番ギミックがなくてしょぼいだろうなっていう感じはするんですけど、やっぱりこの自動のね、このディスペンサー、これいいですよね。まあ、とかこれを一番見るからなのかな。まあ、これだ、まあ、お店ではね、これだけってことはなくて、まあ、これプラス基本的にあの体温をね、検知するあのモニターがついてるじゃないですか。あれと一緒にこの横にあるっていう感じなんで、まあ、そのうちそっちの検温する方のさ、モニターのミニチュアとかも出てくるんじゃないかなっていうふうに思っています。
これを玄関とかに飾ればいいのかな使えないけど一応玄関に置いとこうかな。これ可愛いですよね。あとなんか最近だと、まあ、自分の行くスーパーだけかもしれないんだけど、足元にねマットがあるんだよね。こう多分おそらくそれはこうみんなシュッシュした時に、まあ、こうアルコールがこう垂れてしまうからなのかもしれないけど、でそのマットに、まあ、アルコール消毒をお願いしますみたいなことが書いてあるマットが引いてあるんですよね。だから自分の行くところではこういった上に看板がこうあるわけじゃなくて、ここの上の部分はなくて、逆に下にねこう足元にねマットで同じようなことをね歌ってるねものが多いんですよね。めちゃめちゃ面白いガチャガチャだったと思います。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。